それではこれからトークセッションに入りたいと思いますけれども、それではまずですね、ちょっと私から主に北尾先生が発表された中身に関係するんですけれども、最近行ったサーベイの結果をですねちょっと紹介させていただいて、その後2人の先生への質問もさせていただきたいというふうに思います。このグラフはですね、日本の、就業者に対して6月の終わりにアンケート調査をやりまして、それで、どういう人が実際に在宅勤務をしたのかということを調べたものをですね、個人の属性別に集計したものなんですね。北尾先生のご発表は、先行研究に従って産業と職業でフレキシブルか非フレキシブルかと、そういうような分け方をしたわけですけど、ここでは実際に日本でこの在宅勤務をした人がどういう人なのか、サンプル数が3000人ぐらいですからそんなに大きくないんですけれども、見た結果をですねちょっと紹介して議論の参考にさせていただければというふうに思うんですけど、4月から6月ぐらいにかけて実際にこの在宅勤務っていうのをやった人、一番左をご覧いただきますと 30% ちょっとの人が実際に在宅勤務をやったということを言っています。でこれは北尾先生がフレキシブルっていうのが 57% ぐらいっていう数字だったと思いますので、多分フレキシブルな人が全て実際に日本で在宅勤務をしたわけじゃなくて、その中の比較的大きい方々が在宅勤務をしたっていうことを確認することができます。で学歴別に見るとですね、この大学卒、四大卒、それから大学院卒っていう方が非常にこの在宅勤務の実施率が高くて、特に大学院卒業者っていうのはですね、60% 以上が、この4月から6月にかけて在宅勤務をやったということです。それから所得、別、これは年間の賃金ですけれども、別に見てもですね、非常に賃金の高い人が在宅勤務をやったということを確認することができまして、そういう意味で、テレワークというか在宅勤務っていうのは非常にもてはやされてはいるわけですけれども、実は非常にこれができる人っていうのは恵まれた人であるということがわかるわけです。で、あとですね、もう一つちょっと紹介したいんですけど、じゃあ、あなたが在宅勤務をしたときに、その生産性っていうのは職場に比べてどのぐらいの生産性ですかと、職場を100としたときにどのぐらいの生産性ですかというのを聞いた結果、こちらでして、簡単に言いますと、平均的にはだいたい職場が 100% だとすると 60% ぐらいだと。やはり在宅勤務の生産性はですね、平均的には落ちるということを、実際に在宅勤務をした人はですね、感じているということがあります。もちろんこれなんていうか、学習効果でですね、次第にこの生産性が上がっていくとかですね、そういったことはあるかもしれないんですけれども、現状ではこういう現実があると。それから学歴別に見たときに大学とか大学院を出た人っていうのはですね、そもそも在宅勤務をする確率も高かったんですけれども、その在宅勤務したときの主観的な生産性っていうのもですね、低学歴の人に比べて高いというようなことがあって、このやはり在宅勤務っていうのはですね、これ北尾先生がおっしゃったことと共通してるんですけれども、非常にこの格差をですね、広げるような性質を持っているということを確認することができるので、そういうことでちょっと紹介をさせていただきました。それでは、お二方にまず質問させていただきたいんですけれども、最初に北尾先生にですね、このモデルについて少し技術的になるかもしれないんですが、伺いたいんですけれども、この先生の示された分析の中で、世代重複モデルっていうのを使用しているわけですけれど、これ必ずしも馴染みのない方が多いかもしれないんで、この世代重複モデルっていうのを用いることのですね、この分析における意味っていうのをできたら簡単に教えていただきたいけないかなというのが一つです。それからもう一つは、このシミュレーションの中で、後半でシミュレーションされているわけですけど、例えば日本の政府が1人10万円という特別定額給付金というのを配ったわけですけれども、だから、当初は、割合困っている一部の世帯に30万円配った方がいいと、こういうような議論もあったわけですけど、そういう政策効果をですね、このシミュレーションをなんとか応用して、することはできるんでしょうかと、そういう2つの質問をまずさせてください。
1個共有させていただきたいんですけれども、1問目 の、 その世代重複型なモデルを何で使ったかということなんですけれども、今回お見せしなかったんですけれども、このさっき申し上げたその構成効果見えてますよね、スライド。はい、はい、構成効果なんですけれども、これも各年齢ごとに見た分析も実際行っていまして、例えばこう非正規の雇用者の方が、雇用調整を大きく受けやすかったという平均値をお見せしたんですけれども、うん、まあ、それも年齢別に見てみるとかなり大きな違いがあって、その特に若い30代40代あたりの非正規の人たちの方がそれ以外の人たちよりも大きな影響を受けていたというような違いがありました。なので、そういったその年齢ごとのショックの分布っていうのも取り入れて検討できるという意味で、世代重複型のモデルを使った分析をしています。で、例えば、このモデルでは65歳以上の人は働いてないと仮定を置いて計算してるんですけれども、実際こうやって働いてない人たちっていうのはその労働市場の変化によって影響を受ける、直接的な影響を受けることはなかったわけなので、そういった意味でも、年齢によって、影響を受ける受けないっていう違いがある。で、その部分っていうのを捉えたかったということがございます。はい、それで、2つ目の質問というのは、その給付の効果というのもこのモデルの中で捉えられるかということですよね。はい、はい、それも今回特に取り入れてはいないんですけれども、もちろん考えることはできます。例えばさっきお見せしたようなその構成損失っていうのを、具体的なその年収に対するパーセントで表したんですけれども、それが実際いくらなのかっていうことを年収の数字を使うと表すことができるわけ で、 で多くの人にとってはその構成損失、円で測った構成損失の方が、その10万円よりも低いというような、結果になってます。なので、経済的にネットで見ればもらった10万円の方が受けた効果よりも損失よりも大きいという人もいれば、非正規で、より大きな打撃を受けて、雇用をそもそも失ってしまった人というのは、当然10万円では補えるものではないということで、その10万円がどれだけ構成損失を和らげるのに役立ったかということをそれぞれの個人に対して、比較するということはもちろんできると思います。はい、ですから、先生がおっしゃった、例えばターゲットした形の、給付をやった場合には、その一律10万円よりも、この効果が大きかったとか、小さかったとか、そういう議論も、やろうと思えばできるっていう、そうですね。はい。実際に届けることができるのかというのは、また実施の話は別の話になるとは思うんですけれども、効率的にその10万円ではなくて割り振ることができれば、どれだけ、構成全体として、10万円ばらまくよりも効果が高かったかということは計算できます。はい、ありがとうございます。それじゃあ八田先生にちょっと質問させていただきたいんですけれども、雇用の話とそれからセーフティーネットの話と、いくつかご提案があったんですけれども、新型コロナが、仮にこれから1年とかですね、それ以上とか長期化した場合には、労働政策で雇用政策で救済できる人だけではなくて、自営業者なんかですね、飲食店などを含めて、廃業が増えていくっていう可能性が、あり得ると思うんですけれども、今現状では負の所得税ではないわけで、で、もちろん負の所得税があればそれで対応するっていうことだと思うんですけど、いわゆるギグワーカーとかですね、含めた自営業者に当面どういうふうに対応したらいいかっていうことについて、何かお考えがありますかっていうことが、そうですね、自営業もいろんなタイプがあるから、はい、あれですけど、普通の、中小企業に対する補助っていうのは、大変なものを与えてますよね。ですが、個人レベルの事業者に対して、雇用保険、失業保険に類するものを入れるべきではないかという議論もありますし、今どうするかということは問題ですが、将来的には私はやっぱこれも一種の保険制度をきちんと作るべきだと思いますね。それで先ほど日本の制度では雇用者側だけじゃなくて労働者側も保険料を払っている、その前原則としては必要でないんじゃないかと言ったけど、まさにそういうそこのところを切り出した、オプションというのはもっと広く対象を広げてもいいんじゃないかと思います。はい、あとあまり先生が今日説明されなかった部分なんですけど、やはり負の所得税あるいは給付付
月税額控除でですね、本の中で先生脚中で小さくこの負の所得税とかあるいは給付金税額控除っていうのは世帯単位になってるっていう話をされたと思うんですね。で、確かにこの税制っていうのは個人単位の日本では税制になってるわけですけれども、やはりこの貧困とか困ってるっていうのはやはり世帯単位で影響が出てくると思うので、そういう調整が必要だと思うんですけれども、このここで提案されている所得税とかですね、あるいは給付金税額控除っていうのもやはり世帯単位でものを考えていくと。私はそう思います。そういうことですね。それはやっぱり赤ちゃん一人と、それからたくさんの、子供を抱えたお母さんとじゃあ一人のウェイター全然違うと思います。それから八田先生にですね、この後もう一つあるんですけど、北尾先生がこう発表されたことについて何かコメントとか感想とかあったらちょっとお聞かせいただきたい。その非常にそうじゃないかなと思っているのは、非常に具体的な数字で示していただいて大変この参考になりました。で、一つはですね、私もちょっと似た、先ほどの質問と似たのを持ってて、今の分析の結果には政府支援は特に入れてないわけですね。ですから今度政府支援を比較するときにはそれを追加して入れるということですね。そうですね、政府支援を論じる前にそもそも打撃を受けた層は、データからどこなのかというのをはっきりさせるということを目的にしているので、そうですね、はい、分かりました。それから、もう一つだけ、結局ですね、その要するに非正規の人たちが、これだけある分野、ある種対人のところとかそういうところにいて、そしてそこが非常に低い賃金でいるということの根本的な理由ですね。で、そこに対する何らかの保険制度もなくて、そこに追いやられてしまうって、そこは私は雇用制度がある程度責任があるんじゃないかと思ったけど、そこは本質的に何なんですかね。要するにもう生まれつきそっちにしか向いてないんだということも言えるのかもしれないけども、あまりこう大きな差がありますよね、職種によって。はい、そこのところは私も答えがあればいいなとは思うんですけれども、そもそも八田先生のスライドでもあったように、モビリティというか、その正規から、正規の仕事を何らかの形で解雇されれば非正規に行くということあると思うんですけれども、非正規から正規になるというモビリティというのはないと、やっぱそこが閉ざされていることが問題なんではないですかねというふうに思います。はい、北尾先生にもですね、八田先生がいろいろこう政策理念っていうのはこうプレゼンテーションしていただいたんですが、何かコメントがございましたら。はい、すごく興味深くて、詳細制度知らないので勉強になりました。ありがとうございます。一つすごく興味があったのは、ご提案されたようなその雇用慣行型と定期就業型の契約、それぞれ違いがよく分かったんですけれども、それによってその特に正規非正規の間の格差っていうのはどうなるのかなということを感じてまして、その人的資本、長期で、契約するようになれば、企業も当然その人的資本に対して、投資をするようになるということはうなずけるので、それはおそらく非正規の人の賃金の向上に役立っていく部分があるのかなと思うんですけれども、例えばこうハイスキルの人とロースキルの人の人的資本の内容をよく見てみると、例えばこう賃金を非常に稼いでる人たちっていうのは、その企業に特有の人的資本というよりも、むしろいろんなところに点々と移っていってもこう高い賃金を得られるような、もっとポータブルな人的資本によって、高賃金というのが発生していると思うんですけれども、これをこう変えることによって、こう非正規の人に対して、こう非正規の人が必ずしも望まないような投資をすることによって、格差の解消につながるのかなというようなことをちょっと考えたんですけれども、その辺はどうお考えでしょうか。私は要するに正規という言い方がもう本当にまずい言い方だと思うんですが、これ新しい制度の有期就業型のはみんな正規ということにすべきだと思うんですね。それはどういう意味かというと、正規解雇の時に優先的に解雇されないと
いうことが重要で、今の仕組みはまあ非正規が踏んだり蹴ったりで、正規会計のところはお前たちも非正規なんだからしょうがないだろうと、先にお前たちをクビにしてからじゃないと正規がクビにできないということになっているわけですね。だまあ私はまあこれここはその新規契約についてだけできるから非常にモデストなんですけども、そこからだんだん広がっていって長いことかけて日本 の, あ の, その正規正規の問題が解決していくんじゃないか、20年30年して解決していくんじゃないかと思います。はい、ありがとうございました。私から質問したいことがまだいくつかあるんですけれども、だいぶ参加されている方々から質問があるので一旦こちらをにお答えするようなことをお願いしたいと思うんですけど、最初のうち北尾先生の質問がかなり多いんですけれども、いずれも重要な質問だと思いますので、はい、全て拾っていきたいと思いますが、まず対人的かつ非フレキシブルな仕事とは具体的にはどういう仕事なんでしょうかと、こういう質問があるんですが、これはただ比較的イメージしやすい気もしますけれども。そうですね、こちらで、共有したんですけれども、対人的な産業というのは、小売宿泊外食業、例えば、居酒屋チェーンで働いてますという時でも、居酒屋の事務をしている人たち、マネジメント経営している人たちはフレキシブルであって、居酒屋のお店に出て営業をしている人たちっていうのは非フレキシブルというような形で、カテゴライズできますかね。建設業というのは、一般的であっても、現場に出ている人たちは非フレキシブルと、そういった形で、4つに分けられるかと思いますが、はいはい。あとこれも少し関係がある質問なんですけど、コロナの影響で、雇い止めされた人数としてですね、製造業が宿泊業や飲食業を抜いてトップになったという発表が厚労省からありました。これは私も何かで見た記憶がありますけれど、でこれはその対人非フレキシブルっていう、コロナで典型的に職を受けると思われていた職業からですね、製造業みたいな他のところにも不況が広がってきているっていうことなんでしょうかと、こういうご質問がありますけれども、いかがでしょうか。データで見る限りはそうなのであればそうなのでしょうとしか言いようがないんですけれども、例えばサプライチェーンが長く停滞していることによって、製造ラインも止めざるを得ないと、それによって人も調整しなければいけないというところが、休業だけでは持ちこたえられないところが出てきたのではないかと思います。それでファンダメンタル的に、製造業がダメになっているのかというのはもうちょっとデータを見ないとわからないかとは思いますが、はい。それからこれも北尾先生で恐縮なんですが、主要国中最悪の日本の男女格差がさらに、拡大している現状を改善するために、可能なこととしてどういうことがありますかという質問なんですけど、はい。私も教えてもらいたいなと思うぐらいなんですけれどもさっきのお話にやっぱり出てきたように、このいわゆる対人的非フレキシブルなところに女性は多いということもあって、一時的に休まなきゃいけなくなっている状態の女性も多いと思うんですけれども、それが本当に一時的で済めば、給付金等で、リカバーできるところもあるんですけれども、それが戻っていけるかどうかというところですよね。なので具体的にどういったことをすればいいのかというのは、なんともお答えしようがないところあるんですけれども、長期的に考えればいろんなところでモビリティを拡大して一時的に休んだ人たちがすぐに戻ってこれるような、労働市場を整えていくということだと思うんですけれども、短期的に格差を戻していくためにはやはり感染を抑えていく、需要を戻していくということ以外にはないのかと思います。そうですね、私もこれこの質問を拝見して、長期的構造的にやっていく政策と短期の話って少し分けて考えてもいいんじゃないかなと思って、短期でいうとやはりこうそっけない答えになるけれども、そのコロナをいかに収束していくかっていうことが何しろ鍵になるっていうことではないかなというふうに思いました。それから北尾先生にターゲットを絞った所得保障給付、具体的にそういうその政府はどうやってターゲットをしたらいいのかできるのかと、こういうご質問ですけれどもいかがでしょうか。
はい、先ほど見たように、その例えば産業、打撃を受けている産業というのはデータから見ることができるんですけれども、じゃあその産業にいる人すべての人が影響を受けているかといえば、まあ、職業によってリモートできている人、できない人によっても全く異なっているので、まあ、その集計的な産業のデータだけを見て、それに基づいた政策をするというのはおそらく難しいのかと思います。でもちろんマイナンバーがあって、きちんと個人 の所得変化というのを把握できればいいんですけれども、それは今できないという状況なので、前、第1回のウェビナーで佐藤先生がお話しされていたように、まあ、性善説に基づいて所得が変化した人は自己申告して、給付を申請し、年末にそれを確認するといった、そういったあの方法でしか今できないのではないかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。それじゃあ、服部先生に質問が入ってるんですけれども、ベーシックインカムや負の所得税は、生活保護よりも労働意欲を高める点で望ましいと思う。ただ導入が進まない理由は財政負担が大きい、生活保護世帯からの反対といったことが理由なんでしょうかと、財政負担については MMT 理論では問題がないはずだし、生活保護世帯からの反発は時間をかけて、変えることで対応できるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうかと、こういうご質問ですけど、はい、はい、この疑問というのは、まあ、私自身も持っているんです。こんな当たり前のことをなんで政府はやらないんだと。だけど、まあ、私もその政府の中の人の気持ちは分からないけど、一般に言われているのはですね、これをやるとしたらおそらく給付付き税額控除から始めるのが現実的だと。ところが、民主党が給付付き税額控除ってことを言ったと。で、それをその今 の与党は、同じものはできないよと。それで特に今の与党の中には児童手当とかそういう代わりの制度を推奨したところがあるんで、まあ、言ってみればこの、給付付き税額控除があれば児童手当やなんかのありがたみってのはなくなってくるわけですから、それができないよという政治的な理由だというふうに聞いています。だからおそらくベーシックインカムなんてもう、まあ、本当に元来は非常に古いものなのにこんなものをみんなが言うっていうのはおそらく、今の政権にとって給付税額控除っていうのはなかなか受け入れ難いもんだから、こういう変な名前のものを入れようとしてるんじゃないかと、そういうふうに私は思ってます。私に一つ質問が入っていて、在宅勤務の生産性について経済団体ではルーティンワークでは有効かもしれないが、新規事業や顧客の開拓等の企画業務や企業の改革提携といった経営管理には適さないという意見が大半であった。このアンケートでそうした業務内容に応じた分析が行っているのであればご教示いただきたいと、まあ、こういうご質問なんですけれど、これは実は先ほどお示ししたグラフでは学歴とか企業規模とか年収別にどのぐらい在宅勤務をやってるか、それから在宅勤務の生産性がどのぐらいかというようなことをお示ししたんですけど、産業とか職種についてもですね、調べていて、そういった分析もディスカッションペーパーの中で報告させていただいているんですが、ただこの質問に直接答えられるかっていうとそうではなくて、例えば産業でいうと情報通信業っていう 業種がですね、非常にこう、在宅勤務実施率が高いとか、あるいは生産性が高いというようなことは分かるし、それから職種でいうとやはり専門的技術的職業と言われるようなところっていうのはですね、割合在宅勤務がしやすくて生産性が高いとか、そういういや一般的なことは言えるんですけれども、企画業務とかまあ、要するに本当にフェイストゥーフェイスで、大事なことがですね、できるかどうかっていうのはなかなかアンケートベースで聞くことができる情報ではないので、そこまでは聞いていません。ただこのコロナ危機の経済学という本の中で私自身在宅勤務のことについて一章を書いてるんですけど、そこではですね、実はこのリエティの、役職員のほとんどの方にインタビューして、それで、同じような分析をしたんですけれども、それではっきり出てきたのは、これは本の 中にも書いてるんですが、研究員っていうのは在宅勤務の生産性が下がらないんですね。で、一方で事務のスタッフとか、あるいは管理系の人ですね、これは、
在宅勤務がやりにくいし、在宅勤務の生産性が大きく低下するっていう声がありました。それから私自身が行った先ほどのアンケート調査の分析でもですね、例えば非正規雇用の人っていうのは在宅勤務は、あんまりやってないんですけど、在宅勤務した場合にはですね、正規の人より生産性が高いっていう、こういう結果なんですね。で、これ意外に思われるかもしれないんだけれども、在宅勤務で仕事したときに、非正規の方、例えば契約社員みたいな人っていうのは、比較的定型的なことをやってるんですね。それに対して、正社員、特に管理的な正社員になるんでしょうか。その職場のコーディネーションとかですね、労務管理とかですね、結構そのフェイストゥーフェイスでやらなくちゃいけなかったり、なかなか家では対応できないっていう業務があるっていう、そういうことが影響してるんじゃないかなというふうに、解釈してます。ですから、私はここの質問の、趣旨に比較的賛同する部分があって、なるべく、感染を抑制するっていう観点からは在宅勤務っていうのは広げていった、できる人はやった方がいいというふうに思うんですけど、でも在宅勤務ができないそのコアのフェイストゥーフェイスの部分っていうのはやっぱり残って、そこの部分っていうのはですね、やはり、家ではやりきれないという部分が残るんじゃないかなというふうに思っています。それから、これは全員に対する質問ということで、今回のコロナで産業や雇用は大きな影響を受けましたけれども、テレワークの普及など、プラスの面もあったと思います。今後の雇用労働問題について何かメッセージ、希望の持てるメッセージをお聞かせいただけませんでしょうかということで、発表の順番ということで、北尾先生からいかがでしょうか。さっきの、森川さんの、研究の内容にも関わってくるんですけれども、テレワーク、多分、コロナ前の調査とは全く変わってきていると思うので、実際いろんな働き方のオプションがあるのだなというのは分かったっていうのはすごく大きいんではないかと思います。で、特にその男女格差の話、さっきも質問ありましたけれども、特に女性の方が、この、いろんなその家のこととかと両立させていくために、フレキシビリティのありがたみっていうのを受ける、度合いが多分大きいかと思いますので、そういった部分でも格差の将来的には減少していって、いろんな働き方があることがプラスになっていくのではないかなというふうにも思います。実際大学なんかで教えてみても、やっぱりその対面でないと、無駄話をしたりとか学生とおしゃべりをしたりっていうところから新しい研究のアイデアが出てきたりっていうところもあって、それが失われたのはすごく大きいんですけれども、オンラインで効率的に大規模な、例えば授業今までできなかったようなサイズで講義を行ったりとか、いろんな学部の人が入ってきて意見交換をできたりとか、そういった大きなプラスの部分もあって、そういった形でいいところだけをコロナの中で学んだことを取り入れてやっていくと、多分プラスの部分もあるのではないかなというふうに身近なところでも感じています。はい、ありがとうございます。畑先生、いかがでしょうか。テレワークもなんですけど、今回のことで、大きく始まったのがリモートの医療、それからリモートの教育です。でこれらは、ぼーっとしてたというよりは、はっきりと既得権集団が抵抗してたんですよね。それは医療だって当たり前の話で、リモートでできるんだったらすぐ近くのお医者さんに行かなくたって、遠くのお医者さんだってできるようになるわけで、競争が始まるわけで、それは何としても阻止したいということだ。それがもうそれ長年その必要性が言われたのに、ついに実現できたと。でこれからは当然逆戻しの動きがいっぱい始まるでしょうけども、でもここで実際実験してみて非常にいい面が分かると。それからひょっとしたらその、都合の悪いところも分かるかもしれない。それで新しい形でこういうリモートの新しい産業が生まれてくるっていうことは、もう確実に始まることだと思います。私からはですね、今のお話のやや繰り返しになりますけども、やはりオンライン診療とかですね、それから教育も含めて、今まで到底想定していなかったことが起きているわけですね。それから、一般論としてもやはり危機が、その後長期的に生産性をとか経済成長を低迷させて長期停滞に陥る可能性というのがあるわけですけれども、危機がこのその後の生産性を高める可能性というのもあるわけで、そういう意味で、先ほどの法的な
規制改革が必要なものもあると思いますし、それから、社内ルールの見直しとかですね、ハンコを押すのを少なくするようにするとかですね、まあ、こういった制度改革していくということは必ず将来の経済にとって役に立つことで、それはひいては雇用の面にもですね、プラスの効果を持つ可能性があるんじゃないかなというふうに私自身は考えております。大体いただいた質問は以上ですけど、あと5分ぐらい時間がありますので、じゃあもう一つだけ二方に私から質問させていただいて、それで終わりにしたいと思うんですけれども、まあ今日はセーフティネットとか格差っていうことを、まあ、議論してきたわけですけど、まあ格差への対応としてはもちろん、この給付付き税額控除とかですね、定額給付金とかですね、まあそういう事後的な所得再分配とかセーフティネットっていうのがあるわけですけども、まあもっと事前のこう人的資本投資っていうか教育が基本的には大事だっていうのは多分コンセンサスなんじゃないかというふうに思います。で、そういう意味でこのコロナの関係で、大学もまあオンラインの授業があるし、それから、初中等教育なんかも含めてですね、なかなかこう学校に行けないとかですね、これもしかすると大変長期にわたって、深刻な影響を持つ可能性もあると思うんですけれども、この教育っていうことについて、まあ、お二方とも教育に関わっていられ、関わっておられたということもありますので、伺いたいなと思うんですけど、北尾先生からいかがでしょうか。はい、多分一番深刻な影響を長期的に受ける層っていうのは今の小学生、中学生、高校生なのではないかなと思います。で、彼らの生涯にわたってこう稼いでいく能力にどういった影響が及ぶのかっていうことは、おそらく今後10年、20年、30年の研究者の大いなる研究対象になっていくと思います。なのでまだ実際にどういう影響が出るのかっていうのを語るには時期尚早だとは思うんですけれども、まあ、私も中学生、小学生、子どもがいるんで肌感覚でしかないんですけれども、その、まあ、いわゆる格差がどうして広がるのかっていうことの一つの理由として、まあ、格差の連鎖があると、お金持ちの両親がいれば子どもにそれだけ投資して、で子どもも稼ぐようになって、まあ、さらにそれが連鎖していく、そういうところをどこかで断ち切らなければいけないというのがあったと思うんですけれども、今回のコロナっていうのは確実にその連鎖を悪化させているのではないかなというのが肌感覚です。で、まあ、私立の学校なんかはすぐにオンラインに切り替わったりとか、まあ、進学塾に行ってる子たちはオンラインで授業をしたりとか、まあ、経済的に余裕のある家庭は家庭教師をつけたり、オンラインでチューターをつけたりとか、そういった形でできるところでは、経済的に余裕のあるところではどんどん拡大してきている、教育を止めない形でやってきていると思います。その一方で休校の間ほとんど何も、学校から支給されるプリント以外には何もできなかったという子が多分おそらくほとんど大半であったのではないかと思います。で、まあ、今感染また再拡大しているように、今後も休校措置を取らざるを得ないいいような状況になることも考えられると思うので、まあ、今その学校が休みであるこの夏休みの間に、オンラインというのはもちろん最善ではないんですけれども、教育を止めるよりはもちろんいい措置ではあると思うので、そういった危機がもう一回起きたときにどういうふうに対応できるのかっていうのを多分夏の間に全力でやるべきではないかなというふうには感じています。ありがとうございます。それじゃあ八田先生、同じ質問ですけどいかがでしょうか。まあ、今おっしゃったことが非常に重要だと思いますけど、今度、まあ、ポジティブに見ればですね、やはりオンラインの教育が、まあ、大学はともかく小学校なんかのドリルみたいなものについては非常に向いてる側面もあるし、それを楽しくやらせることもできると思うんで、そこの事業者間の競争がどういうふうにちゃんと促進されるかということが一つ。これもう一つは、まあ、要するに小学校でも中身が多すぎますよね、教えることが。まあ、僕だって分からないような経済のこといっぱい書いてあるし、本当にそんななんとか法がどうのこうなんていいよっていうことまで書いてある。だから、これを機会に教える内容をうんと整理して、そして自分で本を読んだり、映画を見たりするようなことを、もっと時間ができるようにね、する機会にしたらどうかと思いますけど。はい、まあ、ちょっといわゆるゆとり教育の問題とも関係して、なかなか議論がありそうな感じの話ではありましたけれども、
ちょうどあの時間になりましたので、今日のウェビナーは恐縮ですけど、これをもちまして終了したいと思います。本日はあの北尾先生、畑先生、どうもありがとうございました。これで終了いたします。